ながら日経10月22日火曜日おはようございます火曜担当の金井伊代です本日も日本経済新聞のニュースをお伝えしますながら日経お手元はそのまま都心はオークション状態化23区上半期2年続けて1億円超不動産経済研究所が21日に発表した 4月から9月の新築マンションの平均価格は東京23区が前の年の同じ時期と比べ5%増の1億1051万円で2年連続で1億円を超えましたマンション価格の上昇を見越して流入する投資マネーが相場を仕上げていますデベロッパーは転売防止策を導入して過熱を抑えますが 上上昇が上昇ががを呼ぶマネーゲーゲムに歯止めがかかりませんアメリカ大統領選激戦7州べて僅差最終盤も2ポイント以内11月5日のアメリカ大統領選まで残り2週間になっても民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が異例の接戦を繰り広げていますアメリカ世論調査によりますと 勝敗を決する激戦7州はいずれも2ポイント以内という僅差のまま最終盤を迎えました企業年金23年度の積立最高従業員へ還元の動き上場企業の企業年金の運用が改善しています将来の支払額に対して積み立てた資産の割合を示す積立比率は2023年度に9割を超え 2008年の金融危機以降で最高になりました株高に加え金利上昇が追い風となりました積み立て状況の改善を受け社員に還元する動きも出始めました三菱 UFJKDDI との顧客連携は継続 au カブコム取得後も 三菱 UFJ フィナンシャルグループと KDDI が共同出資する au カブコム証券は三菱 UFJ の全額出資になった後も au の顧客向けの優遇サービスを原則続ける方針です当面事業上の協力関係を続けて顧客の流出を防ぎますその上でカブコムの社名から au を外し顧客の幅を広げたい方針です 第一生命保険と清水建設は21日東京京橋で木造の賃貸オフィスビルの建設現場を公開しました柱や梁に合わせておよそ1000立方メートルの木材を使い2025年6月末の完成を目指します 構造材に木を取り入れたオフィスでは高さおよそ56メートルと完成時に国内最高となります木のデザインと環境配慮を訴えテナントの確保を狙います JR 西日本ローカル線維持に人型ロボ人手不足に挑む JR 西日本は21日 人型ロボット重機による線路保守作業を島根県の現場で公開しました作業員が危険な高所に登らずに操縦でき必要な人員も3割削減できます JR 各社は多くのローカル線を抱える一方熟練の技術者や作業員の高齢化が進み人手不足が懸念されますロボットや AI を活用し保守作業の効率化を探ります 以上、10月22日のながら日経をお届けいたしました。本日お伝えした記事の詳細は電子版記事をご覧ください。また、ながら日経の X の公式アカウントでは、番組の裏話やパーソナリティの横顔を日々つぶやいています。ぜひこちらも遊びに来てください。今日は歌謡担当の金井オンがお送りしています。私も X やっていますので、よろしければフォローもお願いします。 祖母が脳梗塞になって5ヶ月ほど入院しているとき私にできることをしたいと思い毎日祖母に手紙を届けては寿命神様にもお参りに行っていましたその神社は私のひいおばあちゃんが戦争に行った息子の無事の帰宅を願って毎月のようにお参りに行っていた神社でした戦争から何年も経って無事に帰ってきたことや96歳まで長生きしたことから ご利益が期待でできるのではといいいう思いもありりお参ししていました祖母の在宅介護を始めてからも神社にお参りに行くのが習慣になって今では祖母の家の近くにある氏神様にお参りに行くようになりました毎日お参りに行っていると境内に生えている木々の変化や日の入りの時間から季節の移り変わりを感じます神社では自分の住所と名前を言ってから 今日も心穏やかに過ごせますように祖母と充実した時間が遅れますようにとお願いしていますその日はちょっと落ち込むことがあったので不安な気持ちもお伝えしてお参りしましたそんな時一人の高齢女性がお参りに訪れたんです挨拶を交わしそれぞれ帰路に着きますしばらく帰る方向が一緒だったのでどちらからともなく言葉を交わしました すると、近所に住む92歳の女性だということが分かりました。もしかしてと思い、祖母のことを聞いてみると、祖母のことを知っていたんです。そして近況を報告すると、そのまま一緒に会いに来てくれたんです。祖母がどのくらい理解していたかは分かりませんが、懐かしいお客さんにとても嬉しそうでした。女性との会話の中で、とても印象に残っている話があります。 人家族の家に嫁に苦労したことお釜に残ったお米にお湯をかけてふやかした残り物が自分の晩ご飯だったこと生活に疲れ果てて5歳の息子と一緒に自殺しようと線路まで行って息子に泣きつかれてやめたことそんな息子が大人になり結婚する1週間前の日の出来事お嫁さんと一緒に台所に立つのが楽しみと息子に伝えるとお母さん もしあの時死んでいたらそんな日も訪れなかったんだよと言われハッとしたそうです苦労の多い人生だったけれど92歳になって今が一番楽しいという姿にとても惹かれました女性は今でも近所の人が具合が悪いと面倒を見に行ったり野菜は皮むきまでして配ったりしているそうで人のために尽くすのが好きなんだそうです女性との出会いのおかげで落ち込んでいた気持ちも少し回復 人生どんなことがあっても大丈夫という大先輩の言葉に勇気づけられました。皆さんは近所の方とどのような交流をされていますかでは、そろそろお別れの時間です。10月22日火曜日、パーソナリティ加内医を村野高直デスクでお送りしました。明日の担当は藤井美里香さんです。この後、朝7時からのヤング日経もお楽しみください。火曜日は河野桃音さんです。 それでは今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。